月岡義都氏が新型三十六回戦より大森彦七道に会議に会う図。森永が楠木正成の怨霊にあった伝説を描いた。が、大森森永は南北朝時代の武将。通称の彦なので知られる、伊予国戸部省の千里城主、姓は源氏の一流、山と源氏の祖である源の頼近の旧姓孫、源の近寺の五姓孫と称した。 太平記に会話の主人公として登場する。原稿の乱においては、いよしごである、宇都宮貞宗につき、東幕軍と戦った。また、南北朝の戦いにおいては、北朝方につき、県武三年の港川の戦いにおいて、南朝方の名称、楠木正成を廃止させたという伝説が残っているが、定かではない。この戦いの宝章として、佐野貴国を与えられる。 この一派を、伊予大森市といい、備前国、伊予国、稲葉国、出雲国で繁栄している。略王三年、南朝方の脇屋義助の四国制圧により、形勢逆転したが、北朝方の細川頼春の来襲により、形勢が再逆転した。これにより、戸部中山有料地に戦艦を、固まものされた。新前後をま村近錬寺へ向かう途中、 重光のブラックを流れる雇り川で、楠木正重の怨霊の化身、貴女に出くわしたという伝説がある。この物語は、江戸時代には、舞踊劇となり、明治時代には、福知大地の刺激、大森彦七が、新歌舞伎の18番の一つとして上演された。森永の子孫生来が、伊予国風早郡小川村に入ってくる。その孫森安が、文禄元年に、 小川村の庄屋として任命される。それから10代300年の間、明治時代に庄屋制が廃止されるまで、小川村の庄屋大森家は途切れることなく続いたのであるその大森家が廃屋となり、残されていた襖の下張りから、反省時代から明治初期にかけての古文書が発見された。大森家の屏風に霧を吹き一枚剥がし乾燥させ、読み取る作業の中から、 佐賀の乱の江藤新平手配書が、屏風の下張りの中から見つかった。太平記、岩波本巻23大森彦七次、太平記神田本巻24楠木正重試料、骨剣事故の二本が基本となって、様々な買い話が派生してくるが、入手も容易であるので詳細は省き、以下では、容易に手に入れがたい、地方説話の中の大森彦七を取り上げておくことに、する。 余衆大押す両五回地子今週昔塩売り昼寝して、ありしが、この淵よりおろち出て、塩売りをのまんとして狙ひよる籠のうちに、塩の値に取りたる毛があり、自ら抜け出て、彼の蛇を追う。大森彦七通りかかり、その霊剣たることを知り、家来に小児を起こさせ右剣を所望し、持ち刀となす。ゆえに塩売りぶちといい伝布。道場や鳥川の岸に、 大森彦七が通りかかると、美麗なる女、地蔵堂の辺より出て川を渡しきうれというにつき、背に追い川中に至ると大盤尺を二るごとく、下見れば、鬼の形水に映る。即時に、彦七をつかみ虚空に登る。下来驚き見送れば、面影逆に三重市と手坂面山という、企業水に移り市を名付けて、鏡川という、大須急暇、下浅尾村昔、 ふつ来光しとて、来光さんとうんう。また釈迦面山とうんう。ゼオ、逆面山とうん。大森彦七火星の者につかまれ、虚空に引き上げられ、逆さまに落ちるよう見て、酒面山とうんといえども、来光さんあれば釈迦山を誤りたるなるべし。道場浅尾村真澄の久保とうんう。大森彦七屋敷にて、火星の者出しより豪たりと、左に記事。 このところのよし、今よりその名高し、俗誤りてなすが、久保と運日なり。小金、坂と、運あり、美女の出しと運書。鏡川といは、雇り川のことなり。美女木になりしを水に移るゆえ、見つけたりとなり。彦七王将を二十三箇所まうと運、戸部正末前編なり。舞台は、正木金蓮寺なりと運。道場水戸の村石上の山光明寺。 この寺、半夜教大森が会議の時、ど読せし、半夜教官なる良し。道場女王と河村稲荷五社大明神。白滝千里領雲年子七、塩売りより求めたる立場渡たるその子をありて、火星の者のを突き止めなどしたる後、この宮に収め、左の殿に祀ると封建殿と運。大英年中千里の城に三足の火星で、神主倉持太夫を神前名言執行。 火星大山須と、運。道場万年村大森は、土州の奥山漁師なり道場五本、松村昭夜所より二丁ほど隔た,たり、大森彦七花畑雄。う。昔は、虎の大桜雄。う。四十年ほど後に枯れたりと、今への会意を様々語る。道場太平村ポーと、運さんに、夜ごとに火もゆる。世に、運金の炎なり、地里城をたるとき、金の茶薄埋めたりと、運。 よひせいすいき、大森彦七森長久米の軍の住人。この森長というものとその奥にありて、日や三輪を家とししかさると両手業としやくまで、強強にして不敵なり。伊オンコロク近隣児童前に大石あり、大森彦七森長が印の石なり、道場国神の山防守寺文星年中火災にかかり、ことごとく消失す。その中、 大森彦七治め無所の甲冑一両を損す。道場千里城、城主神社千里城、川登村あざ千里にあり、大森彦七森がいる。高知平岡民部の、進むいる。城山の南下に森永の建てたる、茶屋あり。城主神社、川登村あざ千里にあり、大森彦七イカ類族の霊を祀る。大森の子孫代々千里城下り氏が、 江原の平岡市に攻められ、文明11年12月29日落城の時子の神社を創建すという、伊予古せ氏五本、松雄館居、ん彦ひひこ森森永家居の遺構なり、歌舞伎、時わず説、大森彦七、ありがとうございます。